手足のようにこうなってくれた感覚があるんで、ライバーとしてはめっちゃなんか嬉しいフィーリングですね。これなんか料理で言ったら何ですか、旨味がもっと引き出てるみたいな。ありがとうございます。感じなんですけど、旨味調味料ですね。旨味調味料、ありがとうございます。さ、違いが大きすぎて本当に同じ車かなって思うぐらい車の本来をこうどんどん感じやすくなってるっていう。はい、皆さんこんにちは、だけちゃんねです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、車、まずは車見てください。 GR スープラあ、止まってます。かっこいいですね。 GR スープラ、前も僕の動画で、オートスポーツの田中編集長が乗ってインプレしてくださってるんで、かなりいいんですけど、今日はですね、意味があります。なぜ GR スープラが用意されてるか。今日のスペシャルゲストを、もう分かってきています？いますか？あ、そうです。お呼びしたいと思います。笹原美希子選手。いや、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。だけチャンネル、はい、まあ、正式には初登場。初登場ですね、はい、カレンダーの時にちょっとだけショート動画やらせていただいたんですけど、はい、いや嬉しいですよ。カレンダー、はい、初めての経験だったんです。そうですね、はい、めっちゃなんか緊張して変なのさなんか一人で、はい、いや、あんまりなんか撮られ、こう、なんていうんですか、ああいうかっこいい写真、はいはいはい、こうやってね、撮られながらなかったせいか、はい、で、やっぱこう、いろんな人の視線もあるので、はい、なんか、勝手に緊張しました、ね、いや、もう散々撮られてるじゃないですか、レースで。ね、でもちょっと違うのかな、やっぱりその、そうですね、こういうなんか、レースになると、結構、まあ、すごい集中してるので、はいはいはい、なんかこう、あんまり気にならないで、はい、結構こう、そこにフォーカスできてるんですけど、ああいった時って、結構、なんていうんですかね、どう、いまだに、どういう、うん、こう気持ちでいたらっていうのがいいんですよ。俺はレーサーだって気持ちで出てくれればまたね、今年もあの、はい、ライニングずっとやりますんで、ぜひともカレンダーをお願いいたします。はい、よろしくお願いします。で、今日あの笹原選手ちょっといろいろ話聞きたいんですけど、笹原選手にもともと笹原選手はずっとうちの担当がいて、はい、話してくれてたスタッフがいるんですよ、はい、私じゃなくてお呼びします、はい、ショールームのスーパーメカニック吉田君です。こんにちは。お久しぶりです。そんな久しぶりでもないなんですけど、まあ今日実はね、あの元々笹原選手の担当を吉田君が長年結構、まあ本当子供の時とかですよね、はい、やってたんで、まあ吉田君にもちょっとオープニング入ってもらって一緒にやっていきたいと思いますので、はいはい、では3人でよろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。はい、ということで、笹原選手本当ありがとうございます。はい、まあ見てる方からすると、笹原選手はセブ最近なのみたいなのがあると思うんですよ。はい、まあ、カレンダー今年からじゃないですか。はい、そうすると、あ、去年ぐらいから笹原君セブ使ってんのかなみたいな人いっぱいいると思うんで、はい、あの、なんか何かおかしいでもいると思うんですよ。はい、だからそれ、どれぐらい前から笹原選手が使ってるかをちょっとね、はい、いいですか、なんか。そうですね、もともと僕の父が、はい、そのラリーとか、まあ、ダートトライアル、はいはいはい、クロードの、まあ、競技で、はい、でその時に、まあ、僕まだ本当にカート始めたのが5歳とか5歳だったんですけど、うんうん、多分一番最初に、まあ、その父とあの話してくださったのは吉田さん。そうだよね。だからその時何歳だったの？2009年とかなんで、14年前、はい、13歳の時でその時に初めて会ってて、はい、でもその前から使ってるんだよ、もしかしたら。そうです、そうだよね。まあ、その父の影響もあって、ね、で自分がそのカートを本当にその子供の頃から乗ってる時に、はい、例えばこうウーバーとか、はい、まあ、こういろんなものはこうなんかいくつかカートでもこうちょっと試してみたいなっていうのはあって。そうですよね。なんかお父様が使われてて、はい、でそれでカートでも使い始めて、はい、でそこにうちの吉田君が、はい、まあ、担当としてお邪魔させていただいて、はいはい、でそこからだから笹原選手と、はい、だから初めて会った時は中学生ぐらいですよ。そうですね、はい、中1ぐらい、はい、随分立派になりましたね。めちゃめちゃ変わりましたよ。俺知らないけど多分こんなでしたから。そうでしょ。吉田君も年取ったんだね。刺されましたね。いや、そういうことだもんね、はい、だから14年前ぐらいに、だから13歳とかそういうぐらいの時に知り合って、はいはい、僕が初めてお会いしたのがまあ何年か前なんですけど、6年ぐらい前かな、ね、そうですね。
その時にもう結構ボロボロのネックレスとかをつけてきて、これもう子供、小学校の時から使ってるんですみたいな、嘘でしょみたいな。確か ARTA のロゴかなんか書いてるやつだっけ、やったか。そう、あ、僕多分普通の3本のシルバーの。失礼しました。はい、はい、で、はい、ちょっとカットしましょう。はいそうですね、はい、ずっと使っていただいてて、はい、ね、本当にボロボロのやつ使ってもらったんで、本当にありがとうございます。嬉しい。あれ見たとき、あ、これは長いと思うぐらい、もうルーパーで、なんかいい感じの歴史を物語ったんですね。そうなんですよね。だから、まあ、ずっと使ってもらってて、まあ、大人になってフォーミュラとか乗り始めてから、うちも正式にまた商品のサポートさせていただいて、はい、感じで。いやー、まあ、古いですよ。いいです。ね、うちってセブってさ、ドライバーさんお付き合いすると長いよね。長いですよ、ね、1年、2年いないです。いない、いや1年、2年からいるんだよ、若い子はね。そうね、そうそうそう。だけどやっぱりそれがやっぱ嬉しいなと思いますね。あ、まあ今年からトムスさん、はい、ということで、はい、まあかなり一番の話題だったんじゃないですかね、 GT でもね。言いたいですね、なんか特にその別に僕も狙って騒がしたりとかってわけではないんですけど、はいはい、まあ、なんかこう気づいたら、うん、まあ、結構いろいろ話題とあってみたいなので、うん、まあ、でも本当にその、まあ、元々は本田さんで、はい、まあ、色々世話、去年のチームメイトと、うん、と3年ぐらいですね、所属してて、はい、で、まあ、そこから今シーズンは、まあ、トヨタ GM の方で、まあ、トムスさんの方に世話になったことで、まあ、全くその新たなこうチャレンジで自分にとっても環境ががらりと変わるようにして、まあ、なんか非常に今は楽しめてワクワクしてます、うん、そうですよね、はい、いやもう全然なんか、まあ、日本人的な感覚でいくとなんか結構ね、野球とかでいくとずっと阪神でいてくれみたいなとかあるじゃないですか、うん、でも、まあ、基本は僕はやっぱプロだから、うん、プロっていうのはやっぱり求められてるところでいかに活躍できるかっていうことだと思うんで、まあ、だからあまりにも日本ってそういうのがちょっと強いから、うん、なんか移籍とかに対して結構皆さんね、あ、行っちゃうんだってあるけど、でもそんな関係なくても全然自分が行ける一番活躍できるところでバンバンやるっていうのは僕はもう大賛成なん でしかもね、別になんかこうちゃんとね、いい関係でずっと続けられてるから、はい、まあ楽しみですよ、はい、ね、本当にそうですね、まあ、こうやってその自分が、まあ、今回、まあ、移籍をしたりとかしてても、うん、何より、まあ、こうありがたいのは、まあ、SNS とかでも、はい、まあ、ファンの皆さんから、うん、その別にその本田監督に伝わると言って応援したいってことがあって、むしろ全然その笹原の協会っていう団体を、まあ、本当に応援してくれるっていう、その、まあ、ありがたい声をいただいたりとか。いや、多かったですね、はい、僕もツイッターとか見てましたけど、はい、いや、なんかすごくみんなが頑張ってねっていう人が多かったんです、はい、それは多分笹原選手の、ね、人柄だと思うんですよね。そうですね。うん、ね、変わらぬ。真面目な。こんな時から知ってる。教訓は教訓。吉田ちゃんとしてるからさ。僕だったら多分おむつ替えたことあるんですよ。言いそう、言いそう。本当ね、そういう意味では、ね、なんかその人柄でね、やっぱりこうやって、ね、いい、またレースができるということで。まあ、今年ももう、うちもセブンはもう応援してますんで、はいはい、ありがとうございます。なのでもう今のチームで頑張っていただきたいというふうに思ってます。で、今日、はい、セブン、まあ、僕だけチャンネルやらせてもらってて、はい、いろんなドライバーさんにセブンの商品のインプレッションやってもらってるんで、はい、久しぶりじゃないですか、車につけるの。久しぶりですよね。僕、その普段車では、うん、エアコンの吹き出し口とか、はいはいはい、あとはフラットパネル、はい、腰のね、この今ちょうどフラットパネルがすぐ出てくるとこあたりがすごい、はい、もう2です。もう絶対その自分の移動するこう車には必ずセットで、はい、ちょっとフラットパネル阿部さんもらっていいですか。いや、そうだよね、はい、本当、うん、すいません、はい、すいません。これです、これですね、これ、はい、フラットパネル、フラットパネル、はい、これを必ず、まあ、自分はもう移動する車、はい、これがいい。なんかその普段乗る車は、まあ、移動車なので、なるべくその、はい、まあ、体にストレスとか負担もなく、うん、まあ、常にこうコンディショニングが整えていきたいという意味では、自分はこれも必須の場合ですね、常に付けてこれ、つけるとどんな感じですか、ね、その体の。なんか、やっぱり車って絶対、うん、まあ、もちろんそのレースでもそうですけど、うん、座ってまあ移動して、やっぱりそのレースしてる側の腰
腰とかやっぱり結構負担してるので、はい、なるべくその体をこう、まあ、落ち着けられてる状態、うん、でやっぱレースとどこかこう張ってたりとか、そうですね、そういった部分がなんか軽減されてるんじゃないかっていうのを思って感じて、はい、ありがとうございます。じゃあレース前後に行くときはコンディションを良くして、はいはい、リアリラックスして、はい、なので僕去年からトレーナーさんを、はい、まあ、つけてもらったりしていろいろやってもらってるんですけど、はい、で、まあ、その運転、まあ、運転をしてもらってるんです、はいはい、今まで自分運転してたんで運転席にもつけてたんですけど、はい、やっぱりちょっと好きずらしたあと面白いちなみにこれ、はい、フラットパネルプラスって言って、はい、新しくなったんですよ。ですよね。あ、知ってます。僕多分使ってたのが1個前なんですよ。でこれまた、はい、ちょっと性能も上がってるんで、はい、これぜひ使っていただいて、はい、でその運転されてる方の時は前のやつを、前のやつを、はい、これも最新のやつ十分、はい、せっかくなんで佐々原選手は最新のこれかなり良くなってるんで、はい、ぜひ使ってください。はい、はい、まあ、そんな感じで、じゃあ今日まずは、はい、GR スープラ、これうちが用意した車なんで、はい、一旦ノーマルでちょっと乗っていただいて、まあ、この状態の個体を確かめていただいて、はい、その後に、吉田君がラジエーター BY をつけてで、いきます。でちょっと最後にもう一個企画で違うプレミアムの商品も用意しておきますので、はい、ちょっとそんな感じでよろしいですか。はい、はい、それではこれから、インプレッションお願いいたします。はい、お願いします。どうですかスープラ。いや、すごくなんかいい意味でスポーツカーらしくないっていう面なんですけど、乗り心地がこう普通スポーツカーってもっとこう硬かったりとかガチガチこうして、ああもう本当になんかスポーツカーだねって感じがあるんですけど、めっちゃ乗りやすいですね。ああそうですよね。はい、レスポンス含めてまあ本当に街乗りしてもこう扱いやすい感触があるので、変にこうすごくサーキットとかだとやっぱりすごくこうレスポンス求めたりどうしてもしちゃうと思うんですけど、なんかこういった街乗りで乗るのもなんか幅広い感じなのかなとは今思ってます。僕今一つちょっとそのランク上のモデルをこうお借りしてるんですけれど、はい、個体はやっぱりすごくこう似ていて、うん、なのでそこに差を感じることは特になく、はいはい、まあ本当同じ雰囲気を感じてますね。はい、じゃあちょっとこれで、まあ、今日はもうエンジンフィールなんで、はい、ラジエーター BY を1個目つけて、はい、2個目つけて、はい、でちょっと後半第2部として、はい、違う商品も用意してますんで、そちらはまた別動画にしようと思ってるんですけど、はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、はい、ということで、今1個目、はい、ちょっとノーマルで乗ってもらって、はい、まあやっぱり予想通りいい車、はい、これのちょっと良さ引き出せるかどうか、はい、ラジエーターディア1個今用意してます。はい、これでいきましょう。はい、はい、楽しみ。はい、よろしくお願いします。行ってきます。あれなんかすでに違いますね。こんなに違うんですね。車につけるタイプって最近あんまりやったことなかったんで、すごくこう久しぶりの感覚ではあるんですけど、なんかその普通に0キロからもう発進ですよね。しただけで、あ、全然なんかこうトルクとか、あとなんか細かなこう振動というか、こうエンジンのこうちょっとしたノイズだったりとかそういうのがあるんですけど、ないというかもうほぼ消えて、すごく快適に乗りやすくなってます。なんか乗った印象としては、なんかこのスロットル、まあ、アクセルをこうちょっと触ったフィーリングとかも、さっきない状態でちょっと軽く乗ってきたんですけど、ああだいたいこういう感じなのかっていうところから、あれなんかよりこうリニアリティというか、自分がこう思った通りに踏んだのと同じようなパワーがこう出てるようにより近づいてる感じがあって、なんかさらにこう自然となんかグレードがちょっと上がったようなフィーリングがあるんで、ちょっと今違いが大きくて驚いてます結構ありがとうございます。こんなに違うんですね。なんか結構衝撃でかいですね普通にさっきはどうしてもこう踏んでちょっとラグがあったりとかして、こうそこからこうまあ追いついていくような
でもそれでも全然その十分だとは思えるんですけど、あのこれをつけることによってよりその自分の操作に対して、あの自分の手足のようにこうなってくれた感覚があるんで、ありがとうございます。なんかドライバーとしてはめっちゃなんか嬉しいフィーリングですね、これは。フルカスタムする人にとっても、あのしない人にとっても、うん、なんかこれをつけることだけでこうやってちょっとでもこういうすごい良さは、あのなんか料理で言ったら何ですか、旨味がもっと引き出てるみたいな、ありがとうございます、感じなんですけど、旨味調味料ですね、旨味調味料、ありがとうございます。まさにそういう感じで、はい、結構違うんで衝撃ですね。これも結構ちょっとレベルとしては超えてる域にちょっと片足もすでに入ってるような感覚がありますね。笑ってしまうってことは、なんかそれだけすごい変化がでかいっていうことなんで、ありがとうございます。顔を見てもらったら分かりやすいかと思うんですけど、かなり気持ちよかったですか、ね、今気持ちいいですね。ありがとうございます。グレードこう変わりましたみたいな、それぐらいちょっとこう全てにおいて、まあ、トルク感とパワーっていう部分がなんかこうそこのギクシャク感が全くなくスムースに反映されてるのがすごいなっていうのをちょっと踏んでみたら感じましたね。ありがとうございます。2個目これやばいですね。なんか多分どうなっちゃうんですか。ぜひやばいですんで、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、ということで、はい、1個目、はい、かなりびっくりしてくれてましたけど、すぐびっくりなんかその一度味わっちゃうともう戻れない、戻れないっていうのが率直なフィーリングになるんです。そんなとこ申し訳ないですけど、はい、2個目つけました、はい、もう1個行きましょうか、はい、そこをつけましたんで、はい、はい、じゃあ行ってきます、2個目行ってきます。まあさっき1個目でも笑っちゃってたんですけど、あの今2個目でもなんかさらに上行くみたいな、さっきのでもいや十分そのもう違いを感じてるし、もう戻れないねっていう感覚だったんですけれど、2個目やばいですね。まだ出だしですけど、はい、どんどんこう振動系が少なくなってってるっていうのが第一な印象ですね。あのエンジンの振動ですか。エンジンの振動です。はい、ですごくこういい意味でなんかあの収まりが良くて、なんかこうレスポンスも含めてどんどんこう洗練されてる印象があるんですよね。でもちろん最初の1個目はその結構トルクの方、下の方のトルクでリニアリティがあるっていう表現だったんですけど、あのその先までさらにこう突き抜けるような感じが今2個目で出てきてるので結構やばいですね。こう同じ道をこう走ってても、例えばそのやっぱり平坦な道でこうエンジンがこう軽くちょっとやっぱ振動を感じたりするところでもなくなってるので、なんかこう運転しててストレスがかなり少なくなってる印象がありますね。こうやってこうゆっくり走るのもそうですし、多分そのサーキットとかで走る方でこう、まあ、全体でねやっぱこう走るってなった時でもすごくこうより例えばそのエンジンの振動はこうより細かくなって、まあそのなんていうか、いい意味で感じにくくなったおかげで、より例えばタイヤだったりとかそのボディが伝わる感触がそのインフォメーションとして伝わるんで、なんかやっぱ車そのどれか一つ良くするじゃなくてやっぱトータルでやっぱこう影響が出てくるんだなっていうのはすごい今身をもって感じてます。ぜひ一度なんかそのこの今動画で、まあね、こうやって僕感じてることを一度皆さんに体感してもらいたいっていうのが率直の今の気持ちですね。さっきその調味料でこう旨味をさらに引き出してたものが、はい、うん、もはやこの2つ目でなんか違うランクに到達した感がすごいあって、すごいなんかその辺は今驚いてます。
停止して、うん、アイドリング状態でずっとこうって言ってるのを感じたんですよ。言ってたで最初のラジエーターのつけてちょっとなんか減ってるかもってこう感じてたんですよ、はい、で動き出したらもう笑っちゃうぐらい違いを感じてで2つ目こうつけてその車に乗った瞬間に、はい、なんか本当こんな静かだったっけみたいなところから始まってで動き出したらまたさらにその突き抜けてるような感じがやっぱり体感として得られてるので戻れないですね。やっぱ始まっちゃうといや嬉しいですね、はい、あの何もついてない時の状態と今が違いが大きすぎて本当に同じ車かなって思うぐらいもう皆さんが普段乗られてる車でも絶対そのまだ最大のこうベストじゃないですけどパフォーマンスっていう点でもこういろんなものを引き出しきれてないかもしれないんでなんかそういった点ではこのセブをつけることによってよりこう引き出してくれるっていう感覚がやっぱすごいあるんでいやありがとうございました。車の本来をこうどんどん感じやすくなってるっていうのがなんか嬉しいですね。こう普段レースし車でやっぱこうレースしててもあなんかこう車のベストをこうとにかく引き出してるっていう時はやっぱドライバーもすごい嬉しいんでなんか今こうやって乗ってても普通に嬉しいです、はい、ありがとうございます。はい、1個でももちろんそのもうすでにパフォーマンスが高いのであの存分に感じられると思いますし絶対そのつけて損はないものだっていうのは僕としてはお勧めできるものかと思いますし、まあ、その上でそのさらにもうさらにちょっと感じたい引き出したいなって思う方は、まあ、2個目っていうのはすごい選択肢としてありだと思うんで、はい、ありがとうございます、はい、いや嬉しいです。はい、はい、ということで笹原選手ありがとうございました。吉田さんありがとう、はい、だいぶ驚いてくれてましたびっくりですねなんかその本当まあその大きさとかの話で言えば、はいはいはい、もう本当これぐらいじゃないですか。そうですね、はい、体感はもうこうなんか飛び抜けちゃってるね。突き抜けちゃってる。これくらいがこれぐらい、はい、そのインフレ初めていただいたらちょっと今度使わせていただきたいっていうぐらい衝撃が本当強かったんで。あ本当でもちろんそのドライバーね、やってる人ってセンサーも高いんじゃないかな、はいはいまあ、もちろん高いとは思うんですけど、はい、もちろんただなんかこう普通にごくごく一般道で、うん、こう本当ある状態ない状態でパッて比べてあってもでもうそのアイドリング状態からなんかもう違うよねって言って、はい、でアクセル踏んだらもう笑っちゃうっていう感じが出てたんで多分これ一般の方でも全然わかりますよね。わかります ね、 ね、そうですよね、はい、だからうちももちろんお客様来ていただいて、ね、いつもショールームで、はいやってもらうけど、皆さん、はい、ほぼ分かるもんね。そうです、はい、ね。分かんないといないです。分かんないといないです。本当にありがたい話で、まあ、ベースはね、テストはいろいろ裏ではやってるんですけど、はい、もう基本はお客様にやっぱり自分の車で変化を体感してもらって、はい、気持ちよかったら購入してくださいっていうのをやってるんで、まあ、それがまさしく笹原選手の今日、はい、笑顔で、皆さん気になった方は、ぜひですね、ショールーム東京に、ね、吉田君に相談してくれれば、はい、いいかなと思います。はい、本当に今日はありがとうございました。ちょっと第2部で次の動画なんですけど、はい、プレミアム商品、はい、これに追加したいと思うんで、はい、よろしくお願いします、はい、ということで、まず今回第1部、笹原選手に来ていただきました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。